何よ。ちょっと株式会社闇って調べて。株式会社闇。この一番上かな。これ？うん、っていいんだ、いいのかな。サイトでは不可解なことが起こり、このはてなあります。反社は責任を弊社な。弊社は責任を負い助けたと兼ねますので。文字分けしてる。これ無理でしょ。開いてみて。無理です無理です。無理です。開いて。無理。だいよ、ダメよじゃ。何その、じゃあ、いいよ。じゃあ、押しますよ。うん。ちょっと待って、ちょっと待って、一回ちょっと待って。いや、怖え、マジで。じゃあ、やめよう、やめよう。いや、わかりましたよ。やればいいんでしょ。えい！ん？なんだ？株式会社闇バージョン2ホラー×テクノロジー、ホラテクで新しい恐怖体験を作り出す。え？本当鳴ってるじゃん。鳴った。これ押さなかったからか。警告、心臓の弱い方、心身の健康状態に不安のある方は絶対に閲覧しないでください。閲覧しちゃダメだってよ。断ることがあります。このサイトを閲覧しておきた問題に関して弊社の責任を認めますので、あらかじめご了承ください。このサイトでは不可解なことが起こります。このサイトに見られています。決して箱を開けてはいけません。進んではいけない、進んではいけない、進んではいけない、進んではいけない。え？何？は？は？なんか俺押した方がいいのかこれ。押さなきゃダメ？うん。何押せばいいのこれ。あ、なんか開いたけど、あ、これ、あ、これどんどん下にやっていくのか、スクロールして。は？なんだ、びっくりした。株式会社闇にできること。はい。あ、雲かわいい。足高雲か。潰せるよ。え？そんなかわいそうなことしないよ。ああ！やっちまったぜ。ごめんね、子供たち。ママを殺してしまった。はい。これなんて書いてあるの？ホラー&テクノロジー。ああ、なるほどね。ああ！ああ！びっくりした。心臓悪、心臓に悪。ホラテク。もう終わりでしょ。
ホラテク。ホラテクとはつまりホラー×テクノロジーの組み合わせ。スマホや SNS の台頭、アプリの進化などでテクノロジーの恩恵を手軽に受けられる時代になりました。またバイタルセンターやプロジェクションマッピングなど最新のテクノロジーを使用した演出も身近になってきました。私たちはこれをホラー演出に応用します。全く新しい魔法のような恐怖体験、それを生み出すのがホラテクです。なるほど。え、どういうこと？アプリを駆使するホラー体験。いや、ずっと下に行ってていいよ。あ、そういうこと。関係ないのね、これ。うん、魔法のような時、実績紹介、寝ながら見る最強の VR、 怖っ。え、これどんどん下に。あれ？うん、いいんだいいんだいいんだ。合ってる合ってる。え、絶対誰かいるじゃない。あれ、誰もいない。え、なんでどんどん近づいちゃうの。人形だ。なんだよ、人形だよ。どうした？どんどん下に行っていいのか。あー、怖っ。びっくりした。びっくりしたな。はい。会社概要。スマホの台頭やテクノロジーの普及でエンターテイメントの質が変わろうとしています。私たち株式会社ヤミはホラテク、つまりホラー演出に最新のテクノロジーを与えることで誰が体験しても同じにならない、まだ誰も体験したことのない全く新しいホラー体験を作り出します。で、会社の概要が書いてあって、うん、なるほど。あー、ツイッターとかも。あー、何、雨降ってんの。なんだ、どうしたのか。あー、何これ。ちょっと待って待って待って、これなんか俺、これマウス動かさないといけないの、これ。なんで俺をビビらせられると思うなよ。おい、なんだ、お問い合わせ。ああ、これね、お問い合わせね。これはどんどん下に進まなきゃいけないんですか。うん、そう、スクロールゲームだからね。ああ、なるほどね。またこれ、はいはい。ああ、これ部屋の廊下が見えて、どうしたどうした、なんだい、どうしたどうした。女の子かわいいね。どうしたの。ん、消えちゃうね。あれ、おお、首つってる。大丈夫、助けてあげよう。大丈夫かい。揺らせ揺らせ、どういうこと。揺らせって何。パソコンでやったことないんだよな。マウスを左右にゆっくり動かしてください。はい。あ、こ、おっと、おで、なん、うん、おお！ああ！びっくりした。ちょっと待ってて。これもう無理だね。無理よ、これ。もう無理だわ。こっち見んな、お前、そんで。なんだ？顔色悪そうだな、ほんと。真っ白じゃねえか。もうビビらせようとすんな俺を。楽しいね。もうやだ、本当に。もう終わったのか。だるまさんが転んだ。これ動いちゃいけないんだろ、どうせ言ってるんだけど、うん、だるまさんが転んだ、はい。おい、こっち見てる。だるまさんが転んだ。あ、怖いね、味方。ね、180度。はい。
解いてみたら。え、マジで言った？こんな近づいてから？うん。だるまさん。あれ？終わっちゃった。終わっちゃったね。ごめん。実況者なのに。いや、ちょっとね、もう無理ですよ。心臓痛えもん、ずっと。いや、なんだこれ。は？なんだ？手がないじゃない。ああ、虫。ハエがいっぱいたかってる。これは症状灰ですかね。動物の血肉をすすってますね。大きくなれよお前ら。箱の封印解きます。ん？うわ、手がスマホ握ってるね。は？いやいや、俺何もしてない、俺何もしてない。6521。おい、どうしたどうした。なになに、ありがとう。なんだ今これ潰せるよ。え、そうなの、うん、あー、かわいそう、痛い。いやこれ何、これ、これ押さないとダメだ。助けて、殺される、本当に殺される。頭のおかしいストーカーに連れ去られた。お願い、どこかの地下室に監禁されてる。ん？古い廃屋？どこなんだろう。ああ、電波がない。いや、死にたくない、逃げないと。やばい、本当にやばい。誰でもいいから気づいてよ。ああ、電波がない、死にたくない。電波許さない、絶対に許さない。呪ってやる、呪ってやる、呪ってやる。死んでも呪ってやる。封印を解いてくれてありがとう。一応ね、私はスマホを持っているのがバレて殺された。スマホを持っている手首ごと切り落とされた。でも私の執念は手首だけになって残った。私は呪いの手首とスマホに立って、早い早い。とかは、封印しやがったけど、封印で私は自由。やっと欲しかった電波が手に入る。私では呪い、私の呪いはあなたの電波に乗ってどこにでも行ける。今夜あなたの家に行くことも、閉じ込められて退屈だったんだ。私の願いを聞いてくれる。私の呪い、私の願い、それは恐怖をネットに放つこと。恐怖は、読めない。ああ、もう早い。これもうなんか、あ、どうした？なんだ？ああ、目悪くなる、目悪くなるよ。目悪くなるって。音でビビらせんのやめようぜ。音で歯いっぱいある。あのね、綺麗な歯ですねこれ絶対。歯並びいいな。そんでね、歯並びいいね。歯並び、目ギョロギョロだねこれ。この人目大きいね。これは加工したんだろうどうせ。よだれすごいな。はい、こんな感じです。あ、終わった、こう、よかった、マジか。うわ、何これ、ベロ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 。何これ。え、固まっちゃったんだけど。うん、終わりだから。あ、終わりか。楽しかった？怖っ、ふざっ、いや、ちっ。急にさ、なんか挨拶もなしに、なんかこれ検索してみて、みたいな。ちょっと一回録画始めて、とか言って。ん？録画っつって。そういえばこういうのあったなと思って、あの収録、怖い系のね、収録やってて、ちょうどなんか、そういえば昔や、ね、これやったなと思って、急に思い出しちゃったから、べちゃにやってもらおうと思って。めちゃめちゃびっくりした。あのね、急にですよ、皆さん。ごめん、ちょっと悪いけど、録画始めてくんないとか言われて、ん？録画っつって。
おお始めたけどっつって、あのさネットでさ株式会社闇って検索してみてとか言って、はあ、心臓に悪い、楽しかったでしょ、まあ、あのね、うん、もううるさいって主に俺が、いやでもなんか思ったよりあんま叫んでなかったからつまんなかったな。いやあのだいたい予想できるところはさ、なんか、そこまで驚かないのよ私。本当に不意にドーンとか来るともう本当に声出ちゃうからさ、言うて結構叫んでたと思いますけどね。本当？ええ、まあそれはちょっと皆さんがね動画視聴して半兵衛うるさかったなって思ったら、まあ、グッドボタンそしてチャンネル登録をねしていただけると、うん、いいなと思います。じゃあこれ初めてやった時笑いながらやってた。頭おかしいってこれで笑いながらやるってお前。ギャグじゃんギャグじゃんと思って、ね、びっくりはするよ。おーびっくりしたって、おちびっくり系は弱いからさ。ああそうね、逆に俺の声にびっくり してたでしょ。そうそれもあるね。ね、言うてギャグじゃんと思って、いやーもう心臓に悪いわ本当。よかった、なんかすごい、はい、本当にこれすごい昔になんか本当にやったのよこれ私。あそうなんだ、へえ。いつ流行ったかなっていうのも分かんないくらい。まあまあなかなか良かったんじゃないですか、抜き打ちにしては、うん、よかった。うん。はあ、もう二度とやめてください。こういうことは。楽しかった。もうどういうものかあらかじめ知っておきたいね。こういうのはやっぱり。ああ。多分これね、5年以上前だと思う。私がやったの。あ、そんな昔なんですね。うん。これね、皆さん株式会社闇って検索すると未だに出てきますからね。そうだね、超簡単よこれ本当。下にスクロールするだけだからみんなやってみてね。ね、ぜひぜひ、うん、言ってそんな怖くないからびっくりするぐらいだね。そうそうびっくり系だね。うん、怖くはなかったわ。うん、多少ね平気な人は、まあ、ただ心臓弱い人はちょっと本当に心臓止まっちゃうかもしれないけど、うん、まあ注意してぜひやってください、はい、そうですね。楽しかったね。楽しかったですね。うん、まあまあというわけで、まあ初めの言葉も言ってないんでね、締めんのもあれなんですけど、ここまでご視聴ありがとうございましたと。ありがとうございました。言っておきましょう。はい、また次の動画もお楽しみに。バイバーイ。